はい、それではですね、えー、続きまして、えー、政党内閣の成立に入りたいと思います、えー、大正デモクラシーと呼ばれるですね、えー、民主主義的な風潮も同時に捉えたいと思います、えー、まず、えー、大正時代日本で政党内閣がまた成立した背景には、はい、1918年に発生しました米騒動これがきっかけになったわけですね まず米騒動が起きた原因なんですけれどもまずは中長期的にはですね日本で産業革命が起きました本格的な工業化が進む中特に第一次世界大戦中は日本は戦争に参加したとはいえ戦場の中心はヨーロッパでしたので日本は戦争の大きな被害を受けることなく逆にですね経済的にアジアへ進出したり あるいは欧米への輸出を増やしたりという中で、えー、経済力が急激に増しました、えー、そんな中あ人口の都市への集中これが進んでいったのが、まあ、米騒動を起こした、まあ、大きな一つの原因であります、えー、都市の人口が増えますと当然のことながら米の消費量というのも増加していきますね えー、そういったことで、えー、米に対する需要というのがです、ねえー、増えていったけれどもそれに対して、えー、まだ、えー、米の供給が追い,つけ追いつかなかったので、えー、この時期、じりじりと米価は上がり始めていたんですね、えー、そこへ先ほどやりました、はい、シベリア出兵を行うという情報があ当然、入ってきます。 そうしますと軍がです、ねえー、食料となります米を当然必要としますので、えー、商社、あるいは米商人たちが事前に、はい、米の買い占めを図ったわけですね、えー、これで急激に米が高騰することになりました。 さあ米が高くなりますと諸物価も高くなりますので生活が苦しくなった庶民の暴動が発生したこれが米騒動なわけですねえきっかけとなりましたのははいしっかり覚えておいてください富山県の魚津、まあ、当時はまだ魚津町でしたけれどもそこの漁村に住む主婦たちがですね、えー、米を買い占めていると思われる米屋さんとか そういったようなところを襲ったわけですね、まあ、女性が中心だったので俗に越中の女房一揆とも呼ばれておりますこれがですねしばらくして全国へ拡大していったわけですね政府はこれに対して軍隊まで出動させてなんとか騒動を鎮めることができたわけですけれども、まあ、軍隊を送ったということから 寺内正毅内閣は責任を取って総辞職に追い込まれましたはいそこでですね元老の山形有朋は、えー、後任の首相としてですね、えー、原敬これを天皇に推挙することになりました、ねえー、原敬内閣は俗に日本で最初の、はい、本格的な 政党内閣と呼ばれております、えー、最初の政党内閣は以前にもやりました通り、えー、第一次大隈重信内閣ですじゃあその大隈内閣とこの原内閣は何が違うのかどこが本格的なのかっていうとまず1つ目原崇自身は「はい借位を持っておりません」ね。 爵位というのはいわゆる家族令に定められました公,爵公爵白爵四爵断爵の五爵でありますすなわち簡単に言うと爵位を持っていないということは原氏は家族ではないということです、えー、したがって当時のですね、えー、日本国民は原氏の登場に対していわゆる平民斎将と。い いう言い方で自分たちと同じ身分階級の者が首相になったんだというふうに言って熱狂的に受け入れました大隈重信は以前にも言った通り明治維新の功労者でありましたから彼自身は借位を持っていたんですね借位を持っている者がいわゆる首相になった、えー、そういう意味で解釈してくださいでもう一つじゃあ原の地位は何かというとまずは 基本的には岩手県選出の衆議院議院員でであるとということですね岩手県選出の岩手県出身ですからねそして立憲声優会の総裁であるということでもう一つ重要なのはこの立憲声優会が当時帝国議会衆議院において第一党、まあ、一番たくさん議員のいる政党の 言ってみれば当主が衆議院議員の身分で首相になったこれがまず本格的なと呼ばれる2つ目の条件ですで3つ目ははい陸軍大臣海軍大臣外務大臣以外の国務大臣は全て声優界の党員で占められましたしたがって閣僚の大部分が いわゆるる政党の党の員であるとこの3つの条件から本格的な政党内閣と呼ぶようになったわけですね、はい、さあ原内閣はどのような政策を推進したのか、えー、彼の政策は俗に、えー、積極政策と呼ばれております,すなわち国の財政を、まあ、出動させて各分野の、えー、を発展させていくという政策であります。 まず中心に挙げられたのが4つありまして教育産業鉄道国防この4つを充実させるということです一例として教育におきましては1918年に大学例といいうのを交付いたします。内容はです、ね、いわゆる県とかあるいは市とかが設立する公立大学を大学として認める。 もう一つは早稲田とか慶応といったいわゆる私立大学を大学として認めるということですじゃあそれまで早稲田や慶応はどういったようなカテゴリーの学校だったかというとまあ厳密に言うと専門学校だったわけですねそれがいわゆる東京や京都にあります帝国大学と同じレベルの大学になったわけですなんでこんなに急に大学を増やそうとしたのか それはですね、えー、この時期は大戦景気と呼ばれておりまして、えー、いわゆるさまざまな企業がまた、没興した時代でもあります、えー、それを支えるいわゆるサラリーマンいわゆる専門的な技術専門的な知識こういうものを持った中堅層たちを育て上げようとそれを社会に送り込んでさらに産業を発展させようと。 いうような目論みがあったわけですね。もう一つは、まあそういう人たちは、まあ属に中産階級を形成しますので、まあ立憲政友会にとってみれば、まあ大事な投票してくれるお客さんと、そういう人たちを増やしたいというようなまあ意図があるわけです。えー、この時代、例えば鉄道に関しましても、鉄道省という新しい省庁を作りまして、そして全国に鉄道網を巡らせる。 当然のことながらそれを作るための会社こういったものと声優会が結びつけるといったような、まあ、最終的には声優会にとって有利になるようなそういった政策につながるような積極財政を繰り広げていったわけでありますしかしですね原孝は、まあ、初の本格的な政党内閣を作り上げた首相と言われながらも この普通選挙制度に関しては意外に冷淡なんですね、うんえー、結局彼はですね、えー、衆議院への、えー、いわゆる、うん、労働者階級、うん、社会運動などの進出これに対しては非常に警戒感を持っておりました、えー、それでもですね、えー声優界の 当時の経済成長を受けて成立し始めた、まあ、特に都市のです、ね、中産階級をまあ取り込みたいということで、はい、1919年、この選挙法を改正しましていわゆる選挙資格、これをです、ねえー、直接国税、はい、10円から3円に引き下げてさらに選挙権を拡大いたしました。ね またその前には選挙制度で小選挙区制を導入します小選挙区制というのはいわゆる一人の当選者ということからいわゆる政権政党に有利な選挙区制度とも言われております1918年の総選挙では立憲政友会は今までにない議席数を獲得するという圧勝に終わりましたしかし 1921年原隆はですね東京駅で暗殺されます、ねえー、先ほど言いましたように、えー、あの党員のですね汚職事件が各地で続発いたしましたまた先ほども言った通り政友会に有利な政策を実施するいわゆる党理優先の政策に対して 新聞をはじめ国民の多くが政権末期には批判を強めるようになった背景があります、ねはい、原暗殺の後、えー、立憲政友会の総裁を引き継いだのは、はい、高橋惠清、えー、大蔵大臣を歴任しておりました、えー、彼が政友会の総裁を引き継ぐことによってほぼ原内閣の閣僚を そのまんままん引き継いで内閣を作り上げます、えー、しかし原というですね大きな存在がいなくなったためにまあ政友会のですね実権を握る内部の対立というのが逆に激しくなり、えー、その辺りのバランスを取ることができずに高橋晃紀夫内閣は短命に終わってしまいます、えー、それでは最後にですね、えー、この時代の政治思想をいくつか見ていきましょう えー、以前にも出しましたあの見延辰吉の前回内容言いませんでしたのでごく簡潔にまとめましょうまず天皇帰還説というのは、はい、憲法上大日本帝国憲法の解釈上問題になったのは、えー、統治権は誰にあるのかとということです、ねえー、もちろん、えー、天皇にあると。 という形になるわけですけれどもいわゆる天皇というです、ね、絶対的な君主的な形で統治権を行使することは、まあ、国の政治にとって、まあ、あ不都合な面をもたらすすこことととが多いということですね、はい、そこで統治権というのは、はい、法人いわゆる会社みたいなもんですねとしての国家にまず存在するんだっていうふうに定義づけます。 その上で天皇というのはその統治権を持つもしくは統治権を行使するもあの使うんですね行使する国家という法人の中の一番、はい、強い権限を持っている機関であると捉えるわけです。結局は最終的には国家の最高機関である天皇でありますからね。 統治権の最終的な最終的な権限はやっぱり天皇にあるというのとついつまをまあ合わせるようにしてあるわけですね。はい。しかしこれに反発する例えば上杉新吉といったような学者さんは天皇主建設というよりも彼らの場合にはまあ天皇を神として捉えるような法解釈でこの実の意見を攻撃いたしました。しかしですね。 当時の一般的な憲法学者あるいはこの大日本帝国憲法を作り上げた中心人物である伊藤博文らは比較的この,水戸達吉の天皇帰還説に近い考えを持っております、えー、伊藤博文がっていうので今若干えっって思った人いるかもしれませんが要するにあの明治時代に活躍したあいわゆる伊藤らはですね いわゆる幕末の時に、まあ、若い時、えー、自分たちのです、ね、君主である藩主様が、まあ、いろんなことを言ってはです、ね、自分たちの立場がコロコロ変わるのを経験しておりますので要するに、えー、国家のトップに立つ人に、まあ、無制限の権限を与えることに関しては若干、やっぱり躊躇するわけですねしたがって伊藤らはこういった考えにもともと近かったと言われております。 さあ次行きましょうね、えー、有名な吉野作造のはい民本主義でありますねいい。吉野作造は見延べと違って憲法解釈にはでき得るだけ踏み込まないようにしておりますっていうのは見延べ達吉は憲法学者でありますが吉野作造のいわゆる専門は政治学なんですね ですからどちらかというと元の原則よりはそれを上手にどうやって使うのか道具としてそっちのの方に興味関心あある学者なわけであります、はい、要するに天皇主権には踏み込まないある意味天皇主権というのは、えー、認めた上でその中でどうやって民衆のためになるような政治を行うのかまたその中でどうやって民衆の政治参加が広がっていくのか。 というのを考えたわけであります、ね、でその方策としてまず一番大事なことが、はい、普通選挙を実施することその上でいわゆる議会第一党がいわゆる総選挙で勝った議会第一党が、はい、政権を担うという政党内閣を行うことでいわゆる民衆のための政治は実現できるんだと主張したわけですね。 えー、彼の意見はです、ねえー、当時の有名な「中央公論」という雑誌に掲載されました。いはい以上です